プレミアムラグジュアリークーペモデルの6シリーズ。今回は居住性と4ドアの利便性を取り入れた BMW 6シリーズグランクーペ 640i M スポーツパッケージをご紹介します。長さ5010mm、 幅1895mm、 高さ1390mm。 BMW クーペモデル特有の流れるようなボディラインとスポーティーなエクステリアデザイン、大きいサイズの車がデザインによってさらに大きく感じられます。ヘッドランプは HID ライトを採用し、ドライバーの視界をしっかりと確保します。リアランプは夜間や悪天候時に自社の存在を後続車に知らせます。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠・施錠が行えます。またキーを携帯した状態でドアハンドルを握って開錠、ドアハンドルのタッチセンサーに触れて施錠することも可能です。トランクもキーのリモコン操作で開けることが可能です。それでは内装を見ていきましょう。広々とした室内空間を実現し、シンプルかつ繊細なデザインで高級感を感じられます。シート横にあるスイッチでリクライニングなどの調節が可能。シート位置を2パターン保存しておくこともできます。エンジンスイッチはインパネ中央にあるエアコン吹き出し口の右側にあります。キーを携帯した状態でブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左側にはクルーズコントロールの設定や車間距離設定のスイッチが集約されています。ステアリング右側にはオーディオを操作するスイッチを配置。ステアリングの裏側にパドルシフトレバーを装着。手動での変速操作が可能です。ステアリングの左奥にはウインカーレバー。ステアリングの右奥にはワイパーレバーがあります。エアコンはスイッチで風量などの調節。ダイヤルで温度の調整ができます。シートヒーター機能も備わっており、運転席と助手席それぞれ3段階の調節が可能です。セレクターレバーはグリップ部分にポジションを表示、D ポジションから左に入れると S モードに、続けて上下に動かすとマニュアルモードになります。レバー先端のスイッチで P ポジションに切り替えができます。セレクターレバーの下にあるスイッチでパーキングブレーキのオンオフが切り替えられます。セレクターレバーの右側のスイッチで走行モードを変更できます。好みに合わせてスポーツモードやコンフォートモードが選べます。セレクターレバー左のスイッチでインパネ中央上部のディスプレイの表示切り替えなどができます。サンバイザーにはバニティミラーとチケットホルダーがついていて、照明が連動して点灯します。ルームランプがフロント天井部分と後席天井部分に設置されています。車内を明るく照らします。
フロントのルームランプの上部に開閉スイッチがあります。開放感があり、換気をするのにも便利です。運転席側のフロントドアにはポケットを2箇所用意。助手席側は下部にポケットがあります。助手席正面にグローブボックス。スペースが分かれていて整理がしやすく、照明付きなので暗い場所でも便利です。助手席の足元にネットが装着されており、ちょっとした荷物の収納に使えます。セレクターレバー奥にはカップホルダーが2つ用意されています。こちらには小物入れとソケットがあります。ボタンを押してリッドを開けると深底のボックスになっていて、仕切りもあるため収納がしやすいです。さらに中には USB 端子と AUX 端子も装備されています。左右のリアドアには収納スペースと灰皿がそれぞれ装備されています。運転席の裏側に雑誌などの収納に便利なシートバックポケット。リア席用のエアコン送風口の下には小物入れがあります。リア席中央にある収納式のアームレスト、開けると収納スペースがあり、先端には格納式のカップホルダーがあります。広いスペースが確保されていて、普段の買い物には十分な大きさです。小さいものが散らからないように収納できるスペースがあります。手前にはネットがあり、こちらも収納スペースとして使えます。床下にも収納スペースがあります。BMW 初のラグジュアリーフォードアクーペ、スポーティーな大型クーペとして圧倒的な存在感と美しさを備える一台。以上、 BMW 6シリーズグランクーペ640i M スポーツパッケージのご紹介でした。